流帝左学は、江戸後期から続く落語家の名跡。東大は六代目。俗称に張りろから、明治六年頃話改善の経歴に関してはがある。1832年から1833年、頃に三代目、芝達夫の門に入り流我れと言った。達夫没後に、兄弟子が達夫を継いだ。自身は、初代初代。 林や肖蔵の娘のみの養子となって1850年から1851年頃に三代目、林や肖蔵を継いだ。林やはじめもんと全く関係ない人物が肖蔵を継いだため林やはじめもんから妬まれたという。肖蔵のお家芸階段話もよく演じ人気を得る。その五歳と離縁し、死、達夫の妻の女神由井の菊と再婚した。 1857年1月には、初代、春風亭隆氏の尽力で両国懲り場の発席で二代目、左楽襲名した。襲名してからは、滑稽話をよく演じた。生没年は、はっきりしないが、明治5年から明治6年頃に40歳代で、亡くなったという。俗に、羽ぬけの左楽、八っ家の左楽妻は、藤松香が実の娘は四代目。 林やし正造門化の商戦。門下二代目とや、歌六竜亭左長、春風帝柳初代、竜亭左竜三代目三正家勝次郎三代目、竜亭左楽初代、紀天才小一ら、本名を、高山長三郎明治二十二年十二月四日。二代目の弟子。天才と呼ばれ、芝居話を売りにしたが溶接。 最初は二代目の門で竜帝左氏、1873年から1874年、頃の十代の若さで三代目襲名し、新内閣。父は二代目ネズミ龍帝鉄線。中村修五郎、中村鶴若、二代目藤松銀長は弟。俗に、左氏左楽。門下に立つ川恋柱がいた。本名、 福田太郎吉明治44年11月4日。ネタ数は少なかったが、滑稽話をよくした。江戸浅草さんの宿の七夜、福田屋のせがれ。1909年に、左楽滑稽落語集が出版された。SP レコードが数枚現存する。五代目竜亭左楽は、落語家。本名、中山千太郎。明治、大正。 昭和にかけて影響力を発揮した落語界の実力者である。東京日本橋の生まれ、元は箱屋職人、天狗れに出身。1888年11月、春風定流税に入門して、勢い太郎。1895年7月、初代、流帝春楽に改名。1896年2月に、講談の伊藤治祐のもで、 春風社地楽になる。1897年6月頃に四代目、竜帝左楽の下で二代目柳あい太郎を襲名。1899年10月に初代竜帝芝楽を襲名した。この頃、日露戦争へ、市長兵として従軍し、体験を講座で語って人気を博した。1906年2月には気候帝芝学に改名。 1911年1月発席で5代目、竜帝左楽を襲名。1924年3月2日、社団法人東京放送局の試験放送2日目において、女の臨機の演題で一席演じ、日本の放送史上初めて演芸を電波に乗せた人物となった。ところが内容をめぐって、低心症から、公女良族に反する表現があると、クレームがついた。 1927年に、牧会会長に就任する。芸よりも政治力と人望の厚さを持って、落語会に重きをなした。晩年に引退を表明し、引退披露直前に没した。壮列が、池の旗の自宅から、鈴本演芸場、上野駅を巡るという盛大なものとなった。改名は、龍城さん誉れ五代目左落子児。 母書は東、上野明信次。六代目竜亭左学は、落語家。本名、原田正明。先代の孫弟子、創尊弟子、玄尊弟子。広島県竹原市出身。落語協会所属。出林、ケア村の物木、門、片見。広島県立竹原高等学校卒業後1957年5月、八代目。 桂文楽に入門、内弟子となる。前座名、文平。1961年に詰め昇進。1971年12月、師匠文楽が死去。死の筆頭弟子六代目三正家枯渇も、病心で間もなく死去したため、自であった七代目立花屋炎蔵門下となる。1973年10月、林明菊蔵、三遊亭養子を。 桂文平、四代目、三遊亭歌唱、三遊亭育之助、立花屋三蔵柳屋古勤、三遊亭歌鈴目、柳屋三、渡る、金原亭、慶太の十人で、新内昇進。1975年3月に第四回放送演芸大賞落語部門ホープ賞を受賞。1980年5月、二番目の師匠七代目立花屋炎造が、 死去し、その弟子であった五代目月の遺縁鏡門下となる。八代目立花屋炎像は、当初の立ち位置で言えば、老い弟子にあたり、実際には、キャリアも年齢も炎像が、上とはいえ、キャリアは五年、年齢は二歳しか違わなかった。2001年三月、六代目竜亭左落襲名。2019年四月に、出身地の広島県竹原市に帰郷 拠点として活動する。ありがとうございます。